はい、皆さんこんにちは。 YouTube 書道教室の仲間と拍手です。今回は知恵の真相選手文の中のこの楷書体の審査の真という字とですね、顔真形の真、この文字の構図の表現の仕方の違いをここでご紹介しましょう。知恵も顔真形も軽い左回線に表現した非常に動きのある文字です。それぞれ違った手法で左回線の表現をしてますので、そこを皆様に分かりやすく解説してみましょう。ではどうぞご覧になってみてください。顔真形の方はですね、顔真形はどちらかというとこういう方ですね。ちょっと比較して学びてみましょう。顔真形の縦角はですね、どちらかというとこういうふうに傾いて、表現としてはこういう縦角の傾き方で、文字の左回線でこう動的な表現をしています。知恵はどちらかというと文字をまっすぐに、どちらかというと垂直に書いて、でも左回線に見せているのはこの部分の中心、こちらの中心、要はパーツがこういうパーツに対してこちらがこういうパーツになっているから、これも顔真形と同じようなこういう効果を表しているんですね。ここで言えることは、知恵は横角のリズムを滑らかに、そして縦角はほぼ垂直に近く書く。しかし、漢字のそれぞれのパーツの下に来れば下の部分を少しずつ右にずらすことによって、文字をこういう回線に見せるような工夫をしています。顔真形っていうのはもともと右肩上がりの強い書き方をしますので、その横線を右肩上がりに強く書きます。それに対して垂直に当てると縦角はおのずとこうなりますね。ですから縦角を傾けることによってこういう左回線の表現、知恵は縦角をまっすぐに書いてるんだけども、それぞれのパーツを見ていくとこういう左回線に見えるような工夫、このような考え方ですね。参考にここに元の時代の長毛夫の書いた真ご覧ください。浮かん盛りを左にずらし、下のパーツは垂直に書いてますけど、雰囲気として軽い左回線の表現がされてます。このようにそれぞれですね、顔真形の顔法の回線の方法、そして知恵、長毛夫、これはもうすでに唐の時代の応用順の九星球霊仙銘の中にもこういった表現が入っております。以上、これで仲本伯舟の解説を終わります。皆さん最後までご視聴くださり大変ありがとうございました。参考になりましたらいいね、またチャンネル登録、そしてお気軽にコメントなどくださいますと大変嬉しいです。では次の動画でまたお会いしましょう。仲本伯舟でした。